3でしたね。このピッチャーが故障してね、ワンエンドワンにしました。まあ9号も来ましたけど、昨年のような手の振りではないですよね。昨年はどういった振りなんですか。いや、もうもっと速かったですよ、手が。あ、もう速度そのものが違う。ボールももう切れてましたしね。今のようなボールじゃないですもんね。調子自体は上がっているという話をしています。そうですね。まあ1点ですからね、まあ、しょうがないとはいえ、その先に点をやってしまったということの方が自分の中には残っていると思いますね。やはり先制点、そういうことですね。中日ドラゴンズバッターボックス、まず入ったのは大島です。まあ、昨日は1番荒木、2番大島という布陣でしたが、今日は戻してきました。1番大島、2番荒木、立ち上がり球は少しね、投球練習から見てたんですけど、少し右の方に球がこう飛んでいってるというか、外れてるというかですね、まだちょっとしくっと来てないですね。今度は内に外れて2ボール1ストライク、抜けているような感じですか。ちょっとですね、まだこうカチッとはまってないですね。これが17試合目のマウンドです。これも外に抜けるようなボール、3ボール1ストライク、バッティングカウント。さあ、まだしっくりきていないというような印象を持つ立山。さあ、一塁線、これはフェアです。長打コース、大島一塁蹴って二塁へ、二塁を回ったところ止まりました。さあ、ノーアウトから先頭の大島ツーベースヒット。そうしてはない。そんな立山の前立ちはだかるのは1番の大島です。第一打席はツーベースヒット、この選手から先制点が生まれました。インコース初球はボールです。昨日も2安打放っています、この大島。まあ、こう全体的に数字が上がってきて、まあ、技術的というよりも非常にこう体力の部分が上がってきたんだというふうに大島話していたんですが、まあ、全ての面が揃わないことにはやっぱり長くできていけませんから、心に対その部分の一つが抜けてもですね、やっぱりバランスが悪くなるという部分の自分でその我慢ができたり、その少し調子が落ちてきたときにどうすればそこを戻すことができるとかいうのも一つ一つの工夫がですね、試合を経験することによって変化していくと思うんですね。まあ、この夏は非常に体力必要になってきますが、これもいい当たり、センターへ。さあ、大島今日2安打、そしてこの回も先頭バッターを出塁許してしまいました。先頭出塁許す場面もありましたが、4回三者凡退に抑えたこの立山。5回の表のピッチングです。そしてバッターボックスには三度大島ノーアウトで迎えます。槙原さん、この大島は今日立山に対して、まあ、2打席ともノーアウトでの出塁を果たしています。そうですね、いい球選んで打ってましたし、うちも好調になってきてますんでね、選べる球もこう集中力も高くなってますよね。中日の2点、これ両方とも大島がホームを踏んであげた得点です。ですからやっぱり大島を1番に調子がいいから上げてきて、その結果が、ね、形として出ているというのがですね、やっぱりヤクルトとの相性の悪さの中も考え、そこ結果は出てるんですけど、まあ、逆に、ね、その後に点取られてしまってますからなんですけども。一つボールでワンボールツーストライク。まあ、立山前の回は振りかぶって投げたりとありましたが、
この回はノーマインドで投げています。引っ張ってこれはファウル。なんか先ほどの回で少し引き受けたんじゃないですか、はい、やっぱり悪い時でも、まあ、1回でこう立ち直るそんなピッチャー気持ちなんですかね。いやありますよ。その1球投げただけで落ち着いたりとか、はい、1人のバッターを抑えることに変わったりとか、なんか自分でこの踏ん切りをつけないとですね、はい、やっぱり次に向かっていけないんで。ここで振りかぶって投げる。さあピッチャー前、立山一塁送る。一塁はセーフ。大島なしが勝った。大島この試合3本目のヒット、ともにノーアウトでの出塁です。いやこの1番大島は脅威ですね。バッターボックス今日好調、3打数3安打、そして三度ホームを踏んでいます。大島を迎えます。ツーアウトからランナーを許しました高山。まあ、ここで一つ大島を切っておけば次の回攻撃が2番からということで一つ流れが変わってくるかもしれません。うん、そうですね。しかしここも大きく外れます。さあこの回に関してはまだストライクが一つも入っていません。球数は100球を超えました高山。山内からこの大島にかけてストライクが入っていない。さあその大島に対してここをヒットを許しました大島。今日4打数4安打。もう投げづらさが出てましたね大島に対して。の表マウンドには押本が上がりました。ここまで39試合に登板、防御率 3.09。松岡、イムチャニオン、そしてバーネットが離脱している中でリリーフ陣支えているのはこの押本です。そしてバッターボックスには1番の大島から。この大島から始まった攻撃は毎回得点につなげています。そして今日ご覧のように4打数4安打。まず押本、この大島をどう抑えるか。いや中日はそのノーアウトランナーしっかり得点につなげてるんですよね。そうなんですよ。本当に先頭バッターが出たのは全部あ1回ダメだったから、あとはもう全部ね1番が1回と全部返してますからね。さあ大島センターへ、今日5打数5安打すごいですね。打率3割が一気に見えてきます。どんどんこうですね。なかなか今シーズン猛打賞は6回の大島。いや止まりませんね、このリードオフマンは。すごいですね。このドラゴンズ戦で6月の23日富山の北陸シリーズの1勝と、7回1失点でもありました。さて注目の大島対前田です。6打数6打席連続安打中です。ワンダ打ちましたからね。本当そうですよね。おとといね。引っ張った、どうだ、ライト線ファウル。でもやっぱり触れてますね。いや触れてますよ、間違いないですね。あのコースをきちっとね、バット振り抜いてファウルになってますけれども。そうですね、前田に対しても11打数の4安打1ホーマーという。相性もいいんですね。そうなんですね。村木さん、はい、どうぞ。大島選手の話を聞きましたら、はい、昨年前田投手のスライダーをヒットにしてから何かを掴んだ感じがすると、はいはい、まあ、今シーズンここまで嫌なイメージはないですと話してくれました。はい、という今日のリポーターは峰竜太さんのご長男下島圭さんのリポートでお送りしていきます。圭さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。我々結構暑いんですが、ケイさんのところは涼しいらしいですね。申し訳ございません、エアコンが効いておりましてなかなか涼しい状態でリポートをさせていただいております。ではその後の取材は汗をかいていただきまして、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。という下島圭さんのリポートです。前田健太も相当汗をかいています。だんだんと6機の照明灯が威力を発揮してきました。いい当たり、ならば数連続安打、球団記録にあと1つと迫りました。いや素晴らしいですね。そうですね、追い込まれて、おそらくフォークボールだと思うんですけどね、はい、反応できてますもんね。記録に対してはまだまだと言いますが、別に意識していないとも話しますが、しかしそれにしましてもしっかり叩きました。これ実は次の打席でまたヒットが出て、球団記録ということになりますと、ちょうど3割にアベレージも持ってきます。そういうことか。そうなんですよ。